はい、ベースインジャー TV、田畑さんとの対談で、2回目というか、まあ後半戦ですね、引き続きお話をしたいと思います。はい。というわけでですね、まあ、前編の方は、田畑さんが今やっている音楽ユニットに関してね、メンバー2人残っていたんですが、2人とも脱退されてメンバー不在のバンドだったんですが、お二人とも名前を変えて、まあ、復帰というかね、新しいメンバーが2人加入したけど、その新しいメンバーは、脱退された方たちがそれぞれ変名でという。で、理由はそれぞれあって、ボーカルの方が、まあ、私がちょっと代弁するのはどうかと思うんですが、まあ、ご自身がソロでされている活動と、どうにも、モラソシズムがそぐわないということで、いろいろ思うところがあったと。で、田畑さんは田畑さんでやはり思うところがありということで、まあ、変名でというか違う名前で、再加入されたという形で、前編を話をしました。で、まあ、後半なんですが、で、まあ、私に、まあ、一つ質問として投げかけていただいたのは、まあ、あれですよね。だから、なんでしょうね。まあ、私が自分名義でね、自分の名刺で活動していて、で、まあ、変名でというかね、その今までの活動にそぐわないからということで、まあ、変名でっていうふうに、まあ、考え方ったことがあるのかないのかとかっていう話で、で、それはもちろん、その、ボーカルの方も田畑さんの方もね、その方たちが別に特別なわけじゃなくて、いろんなアーティストがいて、で、みんなそれぞれやっぱり変名ユニット、それは契約上の問題もあるだろうし、ね、それこそすごく有名なタレントさんが、やっぱり見てる人に対してのブランドイメージがあるので、ブランドイメージからご自身が解放されたいっていう気持ちで、そういうあえて変名で、やってる人もいるし、その変名でやってるものを明かさない人もいるし、すごく有名な、そういう作詞作家さん、作曲家さんがいつもペンネーム持ってて、で、ね、まあ、それこそ、若大将とか、ユーミンとかいう人も、やっぱり、作家の名前を変えてね、やったりすることもあるので、まあ、それぞれいろんなお考えがあってやってると思う。はい。そうですね。で、私がやっぱりもう本当、まあ、今の昨年の11月の私と今の自分違うんで、まあ、考えることが一つあるとすれば、例えば天っていう名前をね、で戻ってくるっていう、その天というものを一つとっても、その田畑さん一流の創作表現の一つで、変という創作表現があって、さらにそこから派生した形で新しい楽曲が乗っかっていくとか、というのであれば、それはまた一つの、美しさの形なので、それであれば全然私は共感できた、けてきて、で、まあ、私、タレントじゃないんで、難しい部分はあるんですけど、昨年の11月に比べてね、今は明らかに違うのが、そんな他人って必要かよっていう話で、結局、他力っていう、他力ですか、自己承認とか自己肯定感とか押せえよっていうね、結局他人ありきで動いてんのか、お前作ってんのにっていう感じ、まあ自分だけでね。だから自分自身が自分で何かを作って自分が測るときに、ぐちゃぐちゃわけわかんないこと言ってね、さっさと作れよっていう。何他人の目気にしてんだよ、お前。っていうのが、今沢かげろが今沢かげろを俯瞰してみたときに、今沢かげろを悩んだときに投げかける言葉ですね。他人には言ってないです。他の人には言わないし、他の人はそれいろんな方、一流の考え方あるから、他の人には絶対そんなこと言わないし、思わないけど、まあ、今沢かげろっていう人間がね、いろいろ創作40年目、39年半やってきて、で、私なりにやっぱりいろいろ若干ですが、まあ、そんなにでもないけど、まあ、若干こう立ち止まる瞬間があってね、コロナもやっぱり考えることが非常にたくさんあったですけど、まあ、そんな中で行き着く先は、まあ本当、結局他人かよ、お前っていうところですね。
そんなに他人大事っていう、まあ、だから今回自分がテレビ局になって、自分が放送局になって、メディアになって、自分がプラットフォームになって、自分が新聞になるっていうのも、いや、もう他人とかって、そもそも自分の、創作表現の中にはもうすでに存在してないんで、まあ勝手にやるわっていう、ゼロでも関係ないんで、積み上げること美しいと思って作ってるから、それも含めてなんでっていう。すごくね、共感できたのはね、まあ、最近、フランク・ザッパーの映画見たりとか、あと、まあ、ブライアン・イーノのね、イラストレーション展、京都で見たりとか、あと、まあ、いろんな方たちのそういう、まあ、映画なり展覧会とか見に行った時に、やっぱ共感できるところがすごくあってですね、私、なんとなくこうやって生きてるんですけど、自分の中にいくつか、起動スイッチがあるなってことに途中で気づいたんですね。で、自分の中にはまずフランク・ザッパーがいて、ブライアン・イーノがいて、オーネット・コールマンがいて、レオナルド・ダ・ヴィンチがいて、ピカソがいて、で、まあ、あと、あれか、南方熊楠がいて、で、あとは、葛飾北斎もいるなっていう、自分の中にね、そういう要素がいくつかあって。で、その中で、ザッパっていう部分に起動させて考えたときに、人って結局、資材投げ打ったりとか、いろいろメンバーに無茶敷いてるけど、あの人の究極の目標って、頭に浮かんだ楽曲をただ自分で聴きたいだけなんですよね。だから、ビートルズだ、ジミヘンだって、いろんな人に例えば賞賛を受けたりとかされたり、されたとしても、彼がやりたいことはもうただただ一つで、なんか、自分が頭に浮かんだ複雑回帰な楽曲をとにかく自分で聴いてみたいと。妥協せずにそれを完成させたいから、資材を投げ打ってメンバーを呼ぶし、メンバーをお金も払うけど、メンバーとことまで拘束するし、で、できたらもう、そこがもう自分、彼の中でピークで、できた、やった、こんな音楽になったんだって。で、この際にはメンバーもひどい目に遭うかもしれないし、その際にはもう、ザッパも借金抱えるかもしれないし、でも、誰かにそれを聞いてもらって、気に入ってもらって、すごかったよって言ってもらったりとか、なんかヒットしたりとか、そんなことは全くそもそも、そんなこと考えてる暇なくて、で、できたってなったときに、それをなんとか遠方からでもそれを聞きに来てみたい、ザッパの作ったシンフォニー聞いてみたいとか、ザッパの新譜をいくら払ってでもいいから買ってみたいっていう人がいたら、それはじゃあ俺も聞いてるから一緒に聞かないっていう、一緒に聞いて分かち合おうよ。まあそれはもちろんそれで素晴らしいって言ってくれたら、それはそれ嬉しいけど、でも誰かに素晴らしいって言ってもらうことが目的じゃないから、っていう感覚ですね。で、なそるほど。れが、すごいね、私の中にあるいろいろ、まあ迷った部分もありますけど、その中で、すごく分かりやすい一つの形だなと思っていて、あ、それやりゃいいんだ。で、朝起きてから寝るので、今たまたまないけど、私最近対談するときも必ず周りにいっぱいキャンバスとか画材があって、いつも人と話してるとき絵描きながら話してですね。で、朝起きてから寝るまでご飯食べてるときも全部画材があって、で、朝起きてから寝る前ででも何か思いついた何かは必ず作品になってるんですよ。で、テレビ局っていう、テレビを作ったことによって、ちょっと思い浮かんだ即興とかも全部残していて、それ随時放映していくんで、で、それはもうお客さんぜ、あの、アクセスゼロとか関係ないんですよ。残しておけば3年後、5年後、誰かが見て、それ気に入ってくれたらまあよかったし、気に入らなくても積み重なっているっていうこと自体が美しさだから。で、ピカソ的な部分を起動させると、ピカソって生涯に14万作作ってるんですね、版画も入れて。まあ、もちろん金銭的にも成功したわけで、莫大な量じゃないですか。一日どんだけ作っても作りきれないぐらいの量だと思うんですよ。ってことは、人がどう思うかとか、もうそんなことを迷ったり、忖度してるのは働いてないってことですよね。傍からしたら地位も名声も得て、女にも持てなくて、いろんな人にどう見えるかってことをすごい気にしてるように見えるけど、蓋開けてみるとずっと、要はずっと手を動き続けてて、あとめちゃめちゃ恋愛してるから、恋愛して苦悩したのも全部作品になってるし、で、それだけなんですよね。で、そこでいかお金もらおうがお金もらう前が、もうそもそも使ってる時間もないっていうか、使ってる時間も全部創作してるから、で、本人一番それが幸せだから、もう関係ないですよね。で、あと、まあ、それこそ、あと、まあ、北斎的な部分を頭にあれすると、あ、じゃどん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 上達してて、で、晩年でよく言われているような絵、あそこに、男に達するのって本当に60とか70とか、本当晩年中の晩年なんですよね。もうずっと昔から描き続けてるのに。だからその間って、ものすごい作品いっぱい出してるわけですよ。なるほだど。けど、ご自身はもう、そんな世の中のそんな関係なしにずっとこう、ブラッシュアップしてるわけですね。どれ見ても正直すごい共感できて、
あ、もうこれでいいやっていう。なるほど。私はそんな感じなんです。いや、もう、なんか、今、かげろうさんの話聞いてると、まあ、去年の11月との変化っていうのは、具体的にどうなんですかね。それを経て今こうなっているテレビ局を作ったっていうところ、大きな何かその違いっていうのは、なんか、ですね、まあ、もちろん、その券、まあ、去年言ってた券マするとかね、あと、その普段何を食べて何を飲んでるかっていう生活とかも変わらないんですよ。まあ、強いて言うならば、ちょっとあれからまたさらに体重が落ちてぐらいのもんで、基本的に変わらない、体調もすごくいいし。で、いいんですけど、去年の11月の話を見てると、時々やっぱちょっとすごいエゴを感じるんですよね。英語エゴほが強い、エゴが強いなっていう、エゴってその人為的なエゴですね。はい自然にそぐわないエゴというか、いや別に黙って体を自然に任せてりゃそれで別にどうにでもなるのに、なんかちょっと引っかかってる部分があるのかなって感じさせるような、必死に何かを喋ろうとしたりとか、なんか、いや別にそんなことどうでもよくねえかっていう部なる分ほど。をまだちょっと引っかかってる部分があるので、今当時のやり取りを見てると、私は当時の今沢翔を見て、時々息が詰まる瞬間があるんですよ。で、田畑さんおっしゃった、そのディレクションという意味では、そんなに別に大きな変化はないんですが、強いて言うのはもっと自然と同化してるっていうのと、やっぱりあれからいろんな出会いもあって、なんかまあいろんな方と会ってる過程でね、まあ、ちょっと言われたことの中で、いや、かげろうさんも今もう全部持ってるから、あと多分出すだけだと思うんですよって話になって、おそらく思い浮かんだ何かを何かに誰かに頼んで何かしてもらうとか何かっていうことじゃなくて、いずれメディアに取り上げてもらって何とかじゃなくて、いや、多分もう持ってますよ、全部持ってるから。あと黙ってそれやればいいんじゃないですかっていう、話になって、で、前からね、ちょっと一つ引っかかってたのが、私、ご縁があって去年お会いしたあたりから、前日まで、割と時々最近ちょっとメディアに出させていただいて、メディアのやり取りをしてるのを見てね、政治家とか、会社の社長とか、まあ、ある種特権を持ってる人、大きなお金を動かせる人が、尊大なのは分かるんですよ、多少は。多分特権を持っちゃってんだろうな。なんか権益あるんだろうな。だけど、メディアの人、広告代理店の人が、なんかちょっとすごく上からの感じがあるのは、なんだろう、それは何かに対して広告主であるとか、お金をこっちは出す立場だからとか、それを仲介する立場だからっていうところで、まあ、上に出られるんだろうなと。あと、エネルギーを持ってる国の人とか、そういう、ね、電源とか電気の会社の人とか石油の会社の人とかが上から来るのも分かるんですよ。俺たちが止めるよったらもう終わりだから、値段も上げ放題だし。だけど、同時にメディアの人、放送局の人とか、新聞の人とか、あともっと言うと、放送局の社長はいいですよ。放送局で働いている人、あるいはその働いている一部署にいるディレクターの人が、どうしてこんなに上からなんだろうって。まあ、お世話になってるし、実際制作会社の人とかでは本当にスキルがあって、本当にこう優れた仕事を一生懸命やってる人にも合ってるんですけど、でも、人気がある番組になればなるほど、どんどんその辺がすごいこう、なんかパワーで上から圧があって、一生懸命作ってる人たちは、その人が上から来るのをすごいこうビクビクしながら動いてるのが、傍から見てよく分かって、でも上から来る人がそんなにものすごいこう、いろんな知識があって、それでもどこにもひれ伏さざるを得ないっていう感じというよりは、どうやら大きな権利を持ってるから、こういう態度でいられるんだろうなってなったときに、何なんだろう、これはと思ったんですね。この人たちの裏付けとなる、このなんかそのプライドとか、その上から目線的なものの源って何だろうなと考えたときに、人に何かを知らせる立場でいる人って、そんなに尊大でいられるんだ、なんでなんだろうって考えたときに、あれ、そういうのって自分がメディアになったら全部クリアにならないと思ったんです。例えば、バラ色ダンディで10時間ロケして15分使ってもらいましたとか、夜更かしで8時間ロケして3分使ってもらいましたとか、8時間ずっと演奏していて、それは、いや、一応40年間積み上げた自分の表現ですよ。
もうそれが広告、あのスポンサーとの兼ね合いとかで何の意味もないと分かりゃいいのや、全部ゴミくずにされるわけですよ。うんうん、でそれはもうみんなもうすでに割り切ってて、うん、あのいや大手のテレビに出るも視聴率 18% のテレビに出るっていうことはそういうことだから、カットされば基本だよね、うん、テレビってそんなもんよね、あははで終わっちゃってる。で上の人たちもあこれでこれ買いますんでって言っても、うん、何の躊躇もなく全部捨てちゃうっていう関係性ですよね、うん、これを裏付けてるのは何なんだろうとなると、メディアとかあとまあ会社社長ってのは要はお金を持ってるわけですね、うん、お金を持ってる人、あと国策を決める人、うん、この人たちが上にいる以上は、うん、絶対に自分はそこで生きていくために何か忖度をしてしなきゃいけないっていうことが決定事項なんだろうかってことに対してすごい疑問を感じるようになって、うん、かたやそれに対してあの上が無能だとか言ってね、例えばマスコミに対してマスゴミって言ったりとかして、うん、それに対して対抗意識を燃やす、まあ無力かもしれないけど、うん、とにかく対抗心を燃やして一生懸命、うん、あの戦うっていう、関係性がどっちかしかないわけですよ。上から押さえつけられていって忖度せざるを得ない、で芸能関係の人はみんな尻尾振って使ってください使ってくださいって言ってる、うん、使ってもらうためにはもうなんかもう犬になってでもっていう人もいるかもしれない、うん、いや思いっきりもう牙を剥いて、所詮はマスコミなんてって言いながら絶対あの言う通りしねえぞって戦ってる、対立の構図しかない、中庸ってないんだろうか、もっと自然に接することできないんだろうかってなった時に、あそうか、自分がメディアになればいいんだと思ったんです。自分がメディアになって、自分があの政治家になって、自分が会社の社長になって、要はその特権意識を持ってると思っている人たちと同じところに自分がいながら創作活動であればあのいいんだなってごくごく自然に思ったんですね。で、うん、それをやれてる人たち過去にいたのかなって振り返ると、狩猟民族はそれできたんです、みんな。うん、あの農耕民族になって、どこの家が一番たくさん物を溜め込んでるかとか、貯蔵できているかとか、うん、で貯蔵したものが貨幣に置き換わった段階で、富めるものというものが人の上に立つと。で、富めるものに助けてもらうために、いろいろなんかの価値を交換したりしなきゃいけない、従わなきゃいけないっていう構図があったので、その日にある食べ物を取るということだけで生きていけるって確信を持っている人だったら、誰にも媚びなくてよかったわけですよ。誰も媚びなくてよかった。例えば縄文時代とか狩猟時代というのは実は歴史的に長くて、うん、で溜め込む時代になってからいろんなあのものが生じたりとか、あの、いさかいが起きたり戦争が起きたりして、うん、であっという間にそこの時代って次に変わってるわけですね、うん、ということはものすごく不自然な状態というかストレスフルな状況があのあって、その度に変換されているということは、うん、おそらくこの生き物にとって非常にあの不具合が多いんだろうな、このバランスの悪さはと思ったんです、うん、なのでそのバランスの悪さからフリーになるために、だから赤黒さんテレビ出てよって言ったら、あのあぜひお願いしますじゃなくて、あ出てやってもいいよっていうふうにする、あ出てもいい、俺も放送局だけど別に日テレ出てもいいよっていう、うん、いや俺日テレで使ってみねって言って、でいやちょっとあのうち、いやちょっと影郎さんじゃ数字取れないんでってなって、いやじゃ あ, あの俺その時間自分 の, あの放送局出てるからいいわっていうので済むっていう、うん、ここに出てもらえないのは自分が人気がないからだ、悔しい、いつか見返してやりたいとか、まあ、そんなことも考えることもないっていうね、うん、なるほどなるほど、はい、ごめんなさいちょっと鼻なくなっちゃったけど、うん、っていうこと、はい、うん、でそのなんかなんですごく尊大な人とコロナとか関係なしにいる人とすごく苦しんでる人って、うん、こんなにはっきりしてしまったのはなんでなんだろうって ね、去年の11月と今って比べたときに、去年はそこまで疑問なかったんですよ、うんうん、今年になってしばらくしてからやっぱりあの最近また急に感染者数が上がったあたりから、うん、あと自分がメディア出るようになってからすごい疑問が持たれてきて、うん、何なんだろうこの上下関係はって考えたときに、うん、すごくこれってなんかくだらないというかね、取ってつけたような関係性だけど、でもそこにすごく取らわれてて、うんうん、でそれとさっきの自己承認欲求って結構つながるところがあって、うん、あの人が自分をどう思ってるんだろうかとか、自分がやってることはメディア的にどうなんだろうかとか、うんうんうん、特に今令和の時代ってあの、うん、ちょっとした失言が昔のやつをいきなり切り取って持ってこられたりするとあっという間に失脚したりとか、うんうん、あとあのある政治家があのどっかで礼節をわきまえない発言すると全部それ記録に取られてあっという間に SNS に公開されたら、うん、あっという間に失脚するし、うん、貧困法制がもっと求められる時代ですけど、うん、そういう時代である一方で、いやそんなんだったらば、うん、それにビクビクするだけじゃなくて、あの自分が情報源になってやって情報源に対して媚びないような関係性を作ればあのこんな状況だから逆にもっと生きやすくなるんじゃないかとか、うん、いろいろそういうことも自分が表現する過程で感じたんですね。はい、はい、
それでちょっとまあ、変わったなと、そこが。うん、なんか、今お話、まあ、ざーっと、まあ、聞いたんですけど、まあ、基本、なんか変わったっていうより、なんか、まあ、いろいろ洗練されたのかなっていう感じですね。前回、その11月にお話伺った時と、まあ、今のところで、まあ、より他人を気にしなくなったという、うん、そのなんでこんなに必死に何かを伝えようとしてるんだろうとか、そういったこともよくよくそもそも論に立ち返って、いやそれはそもそもそんな必死になる必要ないじゃんとか、そのテレビに対しても、うん、そのテレビ局のお偉いさんがに忖度じゃないけどビクビクしながらという話も、逆にそのテレビ局の人たちっていうのも、はもう真逆の存在で、そのもちろんその株主やらね、なんやらにこう媚び売る、それだけじゃなくて、やっぱ視聴者にも媚び売るというか、視聴者が求めてるものに対して何かを提供するっていうことだから、まあ、それともうスタイルとしては真逆なわけじゃないですか。そうなんですよね。だからもうそこでもうすでに別のモチベーションというか、目標が発生してるし、うんうん、でしかもそこでジャッジするのは彼らの上の人だったりするわけですよね。うん、だからそれってすごいストレスフルだなと思うんですよね。そう、彼らはだからそういう中で来てるというか、もう 対局、本当にもう綺麗にこう反転してるところで、生きてるんだなと。で、まあ、まあ、今のお話伺ってて、じゃあ自分たちはそのじゃあ他人を気にしないようなところを作ろうっていうところは、割とちょっと近いところはあるなと思ったんですけど、うん、結構制作過程においては、なんだろう。僕は結構他人っていうものをまだ信じちゃってるのかもしれないですね。だから、僕がよくつるむ、コンテンポラリーダンサーの石山雄三って方がいて、で、彼もすごくなんか基本的にはクローズドというか、はい、自分の作りたいものを作ってるんですけど、なんだけど、その、例えば若手のダンサーを起用して、はい、で、なんかその制作の稽古とか毎週ちょっと僕お邪魔することがあって、はい、で、石山さんの頭の中のを 100% 再現するっていうものの作り方を昔はやってたんですけど、今、なんかその制作過程を見てると、大元になるそのネタというかテーマっていうのは、まあ石山さんの中で確実にあって、うん、なんだけど、そこで生まれるその動きだとか、その、なんだろう、まあ、ジャンルが違うんで、その、まあもちろん、その、なんだろう、その過程というのはもう全然他人を介する、介さないというのは、まあ違ってくるんですけど、見てて面白いなと思ったのは、その、若手のダンサーが何気なく動いたとか、何気なく発言した、または何気なく、その、まあ考えた上でですけど、何かこう発信したときに、それって面白いな、じゃあそれ採用しようっていうそのプロセスが あるんですよ。で、それによって作品がテーマは変わんないんだけど、うん、なんかその中身のそのテクニカルな部分だとか、そういったものがこう肉付けされていく感じとか、なんかそれはね、あれですね、なんか他人というか、なんか石山さん一流の美意識というか、その創作の中にはまってきているので、うん、それが今日なんか共存しているって感じですね。ただすいません、時間なんで。ああ、そうですね。もうあと2分。やっぱりね、やっぱり近いとこうなっちゃうんですよね。次の人と、うん。はい、ちょっと私が聞くしてた部分でしたけどね。いろいろでも僕、かげろうさんのその近況をお伺いできて、すごい良かったです。この質問、良かったなと思いました。そうですね。はい。ではまた、まあ多分直近お会いでき、あ、またこんな機会があると思うんですが、とりあえず1回これで2部やりましたんで終了したいと思います。はい、じゃあ、後でね、なんか紹介したいテキストとか送っていただけたら、それ、添付します。で、田畑さんの SNS でも、まあ後で番組できたら紹介していただければ幸いです。はい、もうそれはもう相互にやりましょう、それは。その辺は。はい、もうそれがあっての、で、意味があることなんで。はい、はい、それはよろしくお願いします。というわけで、今日は田畑さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。